こんにちは、ごまおです。本日は米国株 ETF 比較 VTI と VOO どちらがいいのか、 ETF の選び方、考え方というタイトルでお話しさせていただきたいと思います。超人気の、ね、ETF、 この2つ VTI と VOO ね、一体どっちを、ね、投資の軸にしたらいいのかっていうのね、悩みあると思いますので、それのね、結論をお話ししていきたいと思います。この動画の、ね、作成者ごまの経歴から、ね、簡単にお説明します。人間関係が辛くて、ね、うつ病で1年間休職したけど、節約、副業、資産運用、お金の研究めっちゃ頑張って資金つけて、復職した副業サラリーマンです。お金の問題解決情報発信番組やってますので、2018年配当金受領額、16万円っていうね、実績もあります。はい、行きます。この動画はね、こんな方向けの動画になっています。米国株 ETF をこれから購入しようとね、そういうふうに考えている方ですね、参考になると思います。VTI、VOO の特徴をね、知りたいという方もね、参考になります。ETF の選び方、考え方を知りたいという方ですね、一緒にね、この特徴を捉えながら、どっちが自分に合っているのかとかね、そういうのを考えていきたいと思います。まず結論からですね、まあ、このちょっとつまんない回答ですけども、ほぼ同じです、この2つね、VTI と VOO。まあ、銘柄数の違い、とかね、そういうところが関係してくるかなと思いますけれども、ほぼ同じなので、どっち選んでも大丈夫です。はい、本当、好みによるんで、じゃ自分がそのどっちの好みなのかなっていうのをね、この動画見てね、まあ、見つけてもらえればいいかなと思います。まあ、まず VTI の方ですけれども、VTI っていうのは、ヴァンガードトータル、ストック ETF ですね、トータルマーケットか、ETF なんですけども、で3600社に分散している、アメリカの、まあ、企業、大中小企業、それらを、ね、買う ETF っていう感じですね。爆発力、期待力がありますね。爆発力に期待ですね。これ中小企業を含むっていう、ね、ことが大きな特徴で、まあ、小型株のほどね、例えば、まあ、2倍になって、株価が2倍になる、3倍になる、アマゾンみたいにね、10倍とか、100倍とか、1000倍とかになるみたいなね、そんな企業も含まれる可能性がありますよね。うん、だからね、こう、まあ、ETF っていうね、すごくたくさんの会社に投資して分散してるから、まあ、そんなに大きなリターン得られないっていうね、のが前提なんですけれども、まあ、それでも、そういう爆発力がちょっとね、期待できるっていうのね、そこら辺が魅力がある部分かなと思います。ただ、まあ逆にね、まあ小さい企業なんてね、まあ倒産するリスクとかもね、大企業に比べれば高いわけですから、そういうものにまあ足を引っ張られる可能性もあるということですね。はい。それがまあ VTI の特徴ですね。対して、まあ VOO っていうのは、まあ、これはもう S&P500 っていう、世界で一番有名な経済指標ですね。そちらに、まあ、丸ごと投資するっていうやつで、まあ、アメリカを代表する大企業500社、これに分散して投資してると考えてもらえれば大丈夫ですね。はい。まあ、S&P500 に連動しているっていうものなので、普段ね、もう S&P500 だけ、まあ、注意して見ておけば、ああ、もうそれに、S&P500 が上がったら、ああ、自分の資産は上がるんだなとか、逆に下がったら自分の資産は下がるっていうね、めちゃくちゃ分かりやすいですよね、VOO を持ってるとね。いや、そういうね、まあ別にその中小企業とか含まなくていいから、そういう、シンプルで分かりやすいっていうね、もので、まあ、それでもね、500社にちゃんと分散して、分散投資できてるっていうのは、もう分散投資としてはもう十分、かなりの数をね、分散できてることになってますから、とてもいいんじゃないかなと思います。で、まあ、そういう、ね、この2つの特徴を捉えると、まあ、2つともどちらもいい商品であるってことは、まあ、間違いないかなと思います。アメリカっていう、こう、もう世界経済を引っ張っていく企業、企業たちですよね。それに丸ごと投資できる。アメリカは、まあ、今後も、人口がね、増えることから、まあ、決まってますから、どん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 経済をね、が発展していくに違いないと。日本とはちょっと違いますよね、環境がね。日本は、まあ、人口も減っていくし、ちょっとね、経済的には、まあ、尻すぼみっていうか、まあ、老人増えてね、大変みたいなね、ことがありますけど、アメリカはまあ違いますよね。まあ、移民とかもどんどん、まあ、移民に関してはちょっと、トランプさんがね、受け入れないみたいなこと言ってるので、ちょっとそこら辺、雲行きは微妙かもしれないですけど、ね、まあ、人口増えていくので、そこら辺ね、の影響がね、間違いなく経済に反映されますね。
で、値上がり益狙いのスタイルっていうのは、両方同じですよね。両方とも別に配当金をそんなに多く出すっていうね、そういう狙いがあるわけじゃなくて、株価がどんどん上がっていくことによって、さらに長期で持つことによって、長期的にリターンをね、得られるっていうね、そういうスタイルですね。で、その長期リターンもね、実際にパフォーマンスにその差がないんですね。これも後でデータ見、一緒に見ますけれども、差がないってことが、どちらを選んでも変わらないのかなっていうふうに言えるっていう理由ですね。で、どちらもアメリカ全体に投資するっていう目的は果たせるんですよ。っていうので、どっち買おうかなって悩むのね、気持ちわかるんですけど、正直どっち買ってもそんなに変わらないかなというところです。はい。で、一応ね、VTI と VOO を比較したいんですけど、このちょっと他のも、ね、人気の ETF もまとめてみたんで、この6種の、ね、人気 ETF 比較表を見てみましょう。銘柄ですけれども、上から2番目と3番目、VTI、VOO ですね。こちら見てもらうと、インデックスは、VTI は全米ですね。ちょっと名前、長ったらしい名前あるんですけど、それちょっと省きまして、全米で、VO は S&P500 ってことで、ね、構成銘柄数がこんな感じ、3594と511ってなってますね。で、経費率も一緒なんですよ、0.03%。維持コストがね、0.03%って、どっちもね、最低コストですよね。今、世界に現存するETF の中で最安なんじゃないかなって。ちょっとマイナーなやつ0.02%とかあった気がしますけど、これだけね、メジャーな ETF でこれだけ低い経費率、もうほぼ0%ですよね。ここに載ってる6つはもう全部低いんですけど、ね、これだけの、低コストをね、実践されているっていうのは、このバンガード社の2つともね、商品ですけど、これは本当素晴らしすぎますね。で、配当利回りは2%前後ということで、2つもそんな大差はないかなという感じですね。で、一番下の VYM のね、3.5%とかね、こんぐらい3%以上になってくると、高配当と言えるんですけども、2%以下だとね、そこまでもらえない。ちょっともらえるのはね、それでも嬉しいですけど、そんなにね、差はないと。で、ETF 純資産額見てみると、こちらもね、122ビリオン、ビリオンは10億なんで、20億、200、1兆ドルですか。もうちょっととんでもない数字ですけれども、こんな規模で運用されているということですね。はい、素晴らしいところです。で、VTI と VO をね、上位構成銘柄も見ていきましょう。VTI、VO のそれぞれ、見てみますと、まずね、バーッと見てみて、ほぼ同じですね。1位、マイクロソフト、アップル、アマゾン、フェイスブック、バクシャーサウェイ、一緒ですね。ここまでずっと一緒ですね。で、次、アルファベットっていうのが、Google のことですけども、それが出てきて、JP モルガン、ジョーズ・ジョンソン、プロコダー・ギャンブル。これもね、ちょっとジョンソン、JP モルガンと、Google のランキングがちょっと入れ替わってますけど、それ以外もほとんど一緒ですよね。だからもう本当にね、投資してる先はね、ほとんど同じと考えていいです。VTI でもね、中小企業、企業を含むって言ってますけれども、割合としては本当に少ないんですよね。やっぱりどうしても、時価総額の、ね、割合が高いものが、時価総額加重平均かっていうんですけれども、時価総額大きい大企業ほど、この構成割合っていうのは大きくなるので、中小企業のね、株がね、結構割合多かったら、それはそれでちょっと、心配になっちゃうじゃないですか。そういう ETF はまた別にあるので、中小企業に投資したい人は、別の ETF がいいと思いますね。VTI はそういうバランスを取ってるっていうね、これ1本だけに投資しとけば、いいっていうね、方法ですね。で、構成銘柄はほとんど変わらないと。で、業種別の割合っていうのもね、このセクター別構成比率っていうのでね、見ますと、テクノロジーがいっぱいっていうのは変わんなくて、金融も2位と3位ですね。で、消費財サービスっていうのが、コミュニケーションサービスか。あれですね、ちょっとこの英語で書いてあったりね、ちょっと微妙に違うんですけども、でも本当、そんな変わんないんですよね。
大体一緒っていう感じですかね。VO の方がちょっと不動産入ってきたりしてますけども、VTR がね、ちょっと見えてないですけどもね。まあ、こんな感じです。まあ、ここもね、まあ、微妙な差はあるけど、まあ、そこまで大きくは違わないかなっていう感じですね。で、続きまして、 VTI と VOO のチャート比較なんですけども、これが、過去なんで10年ぐらいですかね、過去10年ぐらいのね、チャートですけども、青が VTI で赤が VOO なんですけども、ほぼ重なってます。もうこのリターンがね、もう重なってるんですよ。もう全く同じものと考えていいですね、VTI と VOO は。まあ、このビサですよね、この何パーセントアップしてるかなんですけど、147%ぐらいアップしてますね、両方ともね。まあ、一株の株価はね、VTI が140、今はね、これは2018年時点の価格ですけども、まあ、ちょっと VOO の方が一株の価格が高いので、ちょっと買いづらいなっていう印象があるかもしれないですけど、まあね、ほとんど変わらないです、リターン的にはね。はい、ということで、まあ、特徴を話してきましたけども、まあ、ここから VTI と VOO の選び方と考え方ね、ちょっと考えていきましょう。実際ね、パフォーマンスに差がないんですよ。それが、まあ、まず押さえておくべきポイントですね。ということは、まあ、どっち買ってもそんなに、まあ、どっちがいいってこともないっていうね、その事実がまずありますと。で、VOO は超有名な S&P500 にそのまま投資できるってことがメリットと言えます。もう一番わかりやすいです。S&P500 っていうのはね、まあ、アメリカの経済ニュース見てればね、絶対出てくるワードで、こう、まあ、今日は上昇しましたとか、最近だと S&P500 過去最高値更新しましたみたいなね、ニュースありましたけども、そのニュースが、まあ、耳からパッと入ってくるだけで、じゃあ僕の資産は上がってるなっていうね、そういうのが分かりますからね、いいと思います。まあ、結局 VTI 持ってても同じこと言えるんですけどね、S&P500 上がったんだ、じゃあ VTI 持ってる俺も上がってるなっていうのね、これも一緒です。ただまあ、一番ね、本当に連動してるんで、VOO は。それが分かりやすいかなと思います。で、VTI は VOO に含まれない小型株も含むと。で、将来上げる可能性のある株の利益を期待できるというね、逆に足を引っ張るかも。知れないけどもねっていう話ですね。はい。まあ、本当好みの問題です。で、ゴマオがどっちが好きかっていうね、これね、まあちょっと人がね、どういう意見を持ってるのかっていう気になると思うんで、ゴマオの意見に言いますと、まあゴマオは VTI の方が好きです。単純に好きです。どっちでもいいけど、VTI ですね、買うならね。小型株も網羅したいなっていうふうに思います。だから、まあ、VTI、まあゴマオはね、高配当株派なんで VIM とかをいっぱい持ってて、VTI、まあ、ちょこっと試しに買ってるぐらいなんですけど、今度はジュニアニーサー使おうかなと思ってまして、子供のね、教育費の資金を貯めようと思って使うんですけども、その時に、まあ、楽天 VTI っていうね、投資信託ですね、楽天グループとこのバンガード社の VTI がね、コラボして作った楽天 VTI っていう投資信託がありますので、それに投資しようかなと思ってますね、ジュニアニーサー枠使ってね、それだったらね、まあ、月に1万円とか、積み立てで買えるんで、そういうのが、まあ、日本人にはね、そういった投資信託を使うのがいいかなというふうにも思います。直接ね、もちろん、米国株 ETF として VTI を買ってもいいと思います。はい。で、他におすすめの ETF がありますかっていうことなんですけども、ゴマがおすすめするのはこちらですね、VYMHDVSPYD っていうのがおすすめしてまして、高配当株投資はゴマの得意とするところでして、今ね、ご紹介した VOO、VTI は、値上がり益を期待するやつなんですね。まあ、一度、投資したら、まあ、ずっとこの値上がりしていくのを期待して、まあ、そのまでには売らないわけですし、配当金も、まあ、ちょっともらえるけど、それ配当金を期待するわけじゃないっていう投資方法ですね。それに対して、この VYM とかは、配当金をたくさんくれるやつなんですよ。だから、まあ、3ヶ月に1回とか配当金もらえるんですけども、それはね、そういうものをちょこちょこもらって、まあ、嬉しいなみたいな投資法ですね。5番はね、本当に配当金大好きなんですよ。もう、ちょこちょこもらえるのも本当に嬉しいし、まあ、不労所得になるんですよね、配当金っていうのは。自分が何もね、働かなくてももらえるお金、そういうのがあると本当に嬉しいです。まあ、そのうつ病で1年間休職してたことあるんですけどね、その間もずっと配当金が、ね、自分の手元に入ることで、まあ、精神的にこう
支えられたっていうね、経験があるので、まあ、自分のこの投資方法は間違いなかったなっていうふうには思ってますね。別にどっちがいいってこともないんですけどね、その、値上がり益狙った投資と高配当のね、狙う投資っていうのはね、どっちでもいいと思うんですが、まあ、どっちかをね、選ぶのがまず、いいかなと思いますね。はい。で、どこの証券会社で買うべきっていうのも話しますけれども、まあ、SBI 証券がいいかなと思います。ね、理由はですね、米国株の ETF 買おうとすると ドルで買う必要があるんですよね。で、円をドルに変えるっていうのが、この SBI ネット銀行。ここで、買うと、1ドルにつき2000っていうね、まあ、積み立てで買った場合ですけどね、2000っていうのが、これ業界最安でね、買えるんで、ここでドル転しておいて、それを手数料無料で SBI 証券に移します。で、その SBI 証券で、購入手数料が、その ETF のね、購入手数料かかりますから、それが 0.4% 最業界最安で買えると。で、NISA 口座ならさらに買い付け手数料無料で買えると。だから5万は NISA 口座で買ってますけれどもね、VIF とかね、SPY とか買ってます。なんで、まあ、SBI 証券が一番おすすめかなと思います。為替手数料はね、かかっちゃいますけど、楽天証券とかでもね、いいかなとは思いますね。はい。そんな感じです。で、結論ですね。もう一回同じこと言いますけれども、まあ、結論としてはどっちがいいかって言ったら、ほぼ同じ銘柄なんで、で、銘柄数がちょっと違いますよということなんですけどね。はい。VTI は3600社に分散されて、で、VOO が100社に分散。そのくらいの違いですね。どちらもいい商品。値上がり益狙いのスタイルは両方同じで、実際にパフォーマンスに差がないと。どちらもアメリカ全体に投資するという目的は果たせます。はい。まあ、いい ETF だと思いますので、皆さんもね、まだ投資を始めてアメリカ株ね、興味あるっていうんだったら、まあ、まずこれらをね、検討するのがいいのかなというふうに思います。はい、以上になります。こんな感じでね、ごまは、お金の情報ですね、資産運用の情報、特に発信しまくってますんで、これからもね、このチャンネル、チェックしてみてください。ぜひね、チャンネル登録していただいて、いいねとかコメントいただけるととっても嬉しいです。電子書籍でもね、この VYM の話とかもしてますんで、ぜひ、動画詳細欄からここにページへ行って、見てみてください。どうも、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。